ちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでロベリアですね、こちらを作っていこうと思います。では作り方ですね、30番の、白地ワイヤー、細めのねワイヤーの方が作りやすいかなと思います。7ミリと9ミリのねゲージスティックで、まずは7ミリの方に2回巻きつけてねじってから、ゲージの溝にね片方を通してくるくると回して留めます。でワイヤーね1本で短い方残してカットしてしまって、でそのままそれを使って今度は9ミリの方ですね、こちらは3回巻きつけます。でねじって片方を溝に通して引っ張り上げてくるくると、でこちらもワイヤーは1本に減らしてしまって、もう少しね、短くてもよかったかなと思うんですが、こちらはね、根元をちょっと、3分の1程度今日こう押さえつけます。はい、でこちらのね大きい、9ミリの方も少し根元を押さえつけておいて、ちょっとずらしてですねこれくらい、ねじって留めます。はい、で、ここもワイヤーは減らしてしまいます。でこれを広げていくんですが、特に小さい方はねほんのちょっとでいいんで、ちょっと細めにしてこんな感じに、広げて、であとの3枚はですね、引っ張って横に、ちょっと重なるぐらいな感じで、まあね、蝶々に似たような花の形なんですがこんな感じですかね、作っていきます。で次は30番のグリーンですね、こちらで、5ミリのゲージスティックのところですね、2回、こっからはね1回ずつで、最初2回ちょっと、回してねじっていただいて、あとはね間1回で、最後だけはまた2回ねやって、5つ分ですね、5個分輪っかを作ったら、こう横に倒していきます。この時ちょっとねねじる、倒す方向を間違えると、輪っかが緩みやすいので気をつけていただいて、これで額を作っていきます。真ん中使うので、丸やっとこで少し広げておいて、あとはですね平やっとこを使って、まずはね手でこんな感じに細くして平やっとこでギュッと押さえつけて、このままですね今回は広げないで大丈夫です。こんな感じの額を作っていきます。はい、これですね。次は28番です。少し、いつも使ってるものですね。で12ミリのところと、あとはね、2センチゲージですね、こちら、を使って葉っぱを作っていきます。まあ大小という感じで、ある程度、作っていただければいいかなと思います。お花は今回25個くらい作ったかなと、葉っぱはそうですね20同じぐらいかな、25から30ぐらい作っていただければ、まあ大小合わせてですけれどもね。で、平やっとこを使ってね少しこんな感じで葉っぱはギザギザと、させていただいて、先端一番上はねちょっと丸っぽくていいかなと、あまり尖らせずに、やっております。でまあ、こんな感じでね、輪っかいくつか作ったらそれでいっぺんに形をねつけてしまいます。ちょっとこっちのね、小さい方つけにくいので、まあ、3回くらいでいいですけれども、ギザギザとさせていきます。細長い形ですね、葉っぱ、作ってください。とこれですね、5ミリくらいの細長いビーズですね、なければペップとかでね代用していただければいいかなと思うんですが、こんな感じのビーズをちょっとね手芸店で購入したのでなかなか手に入りづらいかなとも思うんですが、30番のワイヤーでこのようにピック状にしておきます。でライトグリーンで、今のがつぼみになるのでこれも同じねライトグリーンでリップしますが、まずは、額からですね、こんな感じでサラサラにしておくとね、細かい、ところでもよく液が切れてですかね、ディップしやすいかなと思います。で先ほど作ったね、つぼみもディップしてしまいます。こんな感じですね。メラミンスポンジにね立てて乾燥させていきます。これはクリアーにバイオレットがちょっと入ってるってやつですね、なんか逆に書いてあるから分かりづらいんですが、クリアーが主で9割ぐらいで、ほんとちょっとだけね、バイオレット入ってるんで薄紫色になってます。でこんな感じでお花の方は、バイオレットで今回リップしました。乾いたらね、強化液、ストレンスナーつけてねよく振り落として乾燥をさせておいてください。乾いたら目打ちでまず額に穴を開けます。これねつぼみの分も額必要なんでね、数間違えないように気をつけて作ってください。で足りなくならないように作ったら額は、
に通してねじって留めます。でお花の方も、こんな感じで少しね高さ出るかなと思うんですが、額に通してねじって留めて、ちょっと額はね上向きにしてあげたらフラワーテープで留めていきます。こんな感じですね、はい。であとは葉っぱですね。葉っぱはですね、ちょっと互い違いに生えている、同じところからね2本ではなく、ちょっとずつずらしつつ、つけていく。まあ上の方がね小さい葉っぱで、下に行くにつれ、まあ大きい葉っぱをそのままねいくつかつけてあげるって感じで、こんな感じのピックでいいかなと思います。つぼみはね一番上の方でいいですかね。まあお花もそうなんですけれども、あとは葉っぱの間と間ぐらいに花を添えてあげて、フラワーテープで根元を留めてしまうと、こんな感じのね、セットをいくつか作ります。こんな感じですね。まあねつぼみ増やしていただいたりとかでいいんですが、100円ショップでこんな感じのね、まあ陶器の入れ物なんかを、買ってきました。どっちにしようかなとちょっと悩んだんで、花の量とかによってね、ま、わさっとなってる感じにしたかったんで、今回はちょっと小さい容器の方でいきます。まあ、この辺はお好みで作ったね、お花の量とかで調節してみてください。まず入れ物にちょっと木工用の接着剤を塗りつけて、紙粘土をね、詰めました。結構たくさん詰めたんですが、でちょっと長さをね、容器の大きさに合わせてカットしてあげて、木工用の接着剤をつけて、粘土が乾く前に差し込んでください。乾くとね差し込めなくなってしまうので、でこんな感じで、ちょっとね、作ったピックを次々ね刺していくって感じですね。余った葉っぱなんかはねこんな感じで3つぐらいずつ、ピック状にして、下の方のね、粘土隠しにちょっと下草をつけてあげてください。お花もねもし、余ったら足りないところなんかにねちょっと刺してあげるというような感じで、今回たくさん作ってるのでね、お花がちょっとこんな感じで刺し込んできます。で、粘土が乾いたらですね、カラーサンドです。こちらダイソーさんで購入したものを根元の粘土隠しにね、つけました。でこぼれないようにですね、ストレスナーを上からスポイトでかけて、このねカラーサンド止めてあります。はい、こんな感じですね。今回はロベリア作ってみました。ちょっとね小さいお花で大変ですけれども、まあ、何とかできたかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。